じゃあ12レースドリームを差し上げます。栃木の松木選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回ファン投票6位という結果でしたけども、受け、それを受けて感想はどうでしょうか。そうですね、初めてドリーム選んでいただいたので、まあ、しっかりそれにふさわしいレースをできたなと思います。やっぱりオールスターといえば昨年初めて G1 を取られた大会だと思いますけども、思い入れっていうのはまた今年を他とは別ですかね。まあ、でも毎回取るつもりでは来ているので、そこでは変わらないかなと思います。まあ、今回先月サマーナイトも取られて、まあ、競輪祭でオールスターで夜のビッグレースを全て増木選手が取られているんですけども、やっぱナイター回数が得意とかっていうのはありますか。っていう自覚はなかったんですけど、優勝してるのはたまたまナイターで、まあ、そっちの方が生活リズムが合ってるのかなと思いますね。今回、松戸記念走られて、まあ、少し飽きましたけども、なんか練習とかっていうのは特別にされたりはされてますでしょうか。まあ、合宿他県に行ってたりできてもらったりとかで充実した練習できたかなと思います。まあ、今回ドリームレースなんですけども、関東勢は1人になりますけども、戦い方を教えてください。でも短期で1着だけ狙って一発狙って頑張ります。短期は得意なイメージがこちらとしてはありますけども、ご本人的にはどうでしょうか。まあ、苦手意識はないです。わかりました。では、明日からの意気込みとファンの方へのメッセージよろしくお願いします。オールスター連覇できるように頑張ります。応援お願いします。